1592年、天下人となった豊臣秀吉による朝鮮出兵が開始される。明を攻める。夫宗茂もこの出兵に参加した。留守を頼む。はい。宗茂のいない間、銀千代が城の守備を担うことになる。宗茂は留守。そんな中、銀千代に目をつけた人物がいた。豊臣秀吉。ぐっふっふ、銀千代は色白の美人らしいの。銀千代を名古屋城へ呼べ。秀吉は銀千代を出兵拠点である名古屋城に呼び寄せる。ご到着されました。おお、待っておったぞ。お待たせしました。おお、むふぅ、武装してる。秀吉が女好きであると知っていた銀千代は武具をまとって秀吉の前に現れたという。今は戦争中だからね。いい心がけだね。うん、どうも。その勇ましい出立ちに萎縮したのか、秀吉は銀千代に手を出そうとはしなかったとか。